目的地周辺です。音声案内を終了します。目的地は左側にあります。これからは本気でプロレスラー兼 YouTuber だけじゃなくてインスタグラマーも目指しちゃうぞ。なので皆さん、私のインスタグラムのいいね、そしてコメント、フォローの方よろしくお願いします。プロレス王子の水本です。さあ皆さん、2018年の2月にこの真冬の小樽の初代に来まして、あれから3年半が経つ2021年8月、こうして今度は真夏の小樽に再び戻ってきました。あの予告編でご覧になったように、今回ね、まずちょっとこちらのお店に入る前にちょっとあれからね、達人がね、もうちょっと近くなったら電話くださいって言って最後終わったと思うんですよ。そこからね、ちょっとね、達人とまた8月にもう一回連絡を取り合いました。その映像がございます。その映像がございますので、ちょっとこちらの映像をご覧になってください。どうぞ。太田です。あ、もしもし。はい。あ、初代の太田さんですか？東京の三本です。三つまさん、お世話になります。あ、はい、お久しぶりです。あれ、まあ、僕、18日から一応北海道に行くんで、ちょっと日付が近くなったので、まあ、太田さんのご都合と日程はどんな感じかなと思いまして。三つまさんね。はい。実を言うと、ちょっとですね。はい。ちょっと相当、肩こびまして。ええ。ご心配なく、ちょっと社内トラブルがありまして。はいはいはい。ちょっと今三本さんとお会いできるのちょっと難しいです、私。ああ、そうだったんですか。うん、わかりました。申し訳ない。もうちょっとちゃんと理由を言えばいいんでしょうけれども、はい、相当なことだというふうにご理解ください。ああ、わかりました。もうその辺はご事情の方は私一切聞いたり触れたりしないので、はい。なので、ええ。今回はちょっと、事前にお電話いただいてて、ええ。この頃とお話聞いてたんですけど、先週の金曜日発覚したトラブルで、今ずっと1週間以上対応してる最中で、まだ解決に至らないもんですから、ああ、はい。改めてお願いします。わかりました。じゃあ、撮影とか、まあ、最悪なしでもいいんで、お食事だけでも行ってもいいですか？それは私多分ですね、いつ何時どのように対応しなきゃなんないということで、ええ、いけませんけど、どうぞぜひとも食べてってください。そうですね、もうお食事だけでもさせてくださいよ、それは。はい。わかりました。まあ、じゃあいろいろ大変だと思いますが、また北海道行った時にでもお会いしましょう。はい。よろしくどうぞお願いします。ぜひ横浜来ることだったら連絡ください。私東京から飛んでいきますから。わかりました。はい。ありがとうございます。失礼します。はい。はい、失礼します。皆さん、残念ながら今回太田達人をお届けすることができません。3年前に来た時に、初代に行く前に元女子プロレスラーの未来選手の実家であります北谷というお寿司屋さんに行った時に、あそこのお客さんがね、あの時偶然一緒になったお客さんが言っていたことを思い出しましたね。ちょうど初代ができた頃に、オウム真理教の麻原彰晃のね、あの事件が流行った頃ですよね、地下鉄サリン事件が。初代はオウムなんていう風に言われていた、なんていうことがあったっていうことを、あのお客さんが言っていたことを思い出されました。太田達人、決してこれは私をこれを見て憎まないでください。でも私はこれからも初代を応援していきますんで、安心してください。あの時はそんな変な情報を流してしまってすいませんでした。さて皆さん、今最後にお伝えしました、約4年前に
配信しました北海道小樽のラーメン初代の YouTube とその一個手前に配信しました同じく北海道小樽の元女子プロレスラーの今は亡き未来選手の実家の北屋というお寿司屋さんで聞いた初代はオウム疑惑と地元の人から一時期話題になったというその YouTube の方をこちらのおすすめ動画に貼り付けておきますのでどうか皆さんこちらの方もポチッと押して気になる方はご覧ください。